ノーサンプトンの戦い、ノーサンプトンの戦い、バトル・オブ・ノーザンプトンは、バラ戦争中の戦闘であり、1460年7月10日に行われた。前年の1459年10月12日に行われたラドフォード教の戦いにおける大敗北で、ヨーク派はすでに耐えたように思われた。何人かのヨーク派の司令官、ソールズベリー博、リチャード・ネビルと、ムスコ・ボリック博、 リチャード・ネビル、マーチ博、エドワード・プランタジネットは、11月2日に、デボンを経て、華麗に逃れ、ウォリック博はそこで、おじのフォーコンバーグ卿、ウィリアム・ネブルに会った。一方、マーチ博の父でヨーク派狩猟のヨーク公、リチャード・プランタジネットと次男で、マーチ博の弟のラットランド博、エドマンド・プランタジネットは、ウェールズへ逃れた後比較的安全なアイルランドに、撤退した。 その頃、イングランドでは、ランカスター派がヨーク派闘争の気を捉え、議会を召集して、彼らを試験剥奪に処して徹底的に弾劾、官職を取り上げて、別人を任命して討伐隊を派遣した。ウィルト社、白ジェームズ・バトラーは、ヨーク校の官職だったアイルランド総督に任命され、サマセット校ヘンリー・ボーフォートは、ボリック博が保持していたカレー総督となった。 しかし新しい総督に対し、アイルランド人は、ヨーク港の引き渡しを拒否し、カレーは固く、縄文を閉じたためヨーク派の総統はいずれも、成功しなかった。ランカスター派は、サマセット港に、カレー討伐の軍を与えたが、カレーを討伐するにはまず、ドーバー海峡を渡らなければならないため、艦隊の建設が、南東のケント州のサンドウィッチで始められた。ところが、 艦隊の建造が済んで間もない1460年、はじめ、ボリック博はサンドウィッチを襲撃して、艦隊を強奪した。サマセット港は報復として、カレー付近に遠征軍の一部を派遣したが成果を上げられ、逆によく派へ寝返る者が現れ足元が揺らぎ始めた。ボリック博は5月にもドーバー海峡を渡っており、この時には建造中の艦隊を破壊している。 ウォリック博はサンドウィッチに、ホーコンバーグ教徒軍の一部を残しておいた。来たるべき、イングランド進行時の教頭補の役を務めるためである。そして6月26日、ウォリック博、ソールズベリー博とマーチ博は2000の兵と共に、サンドウィッチに上陸した。ちょうどこの時、ランカスター派の国王ヘンリー6世と、王妃マーガレットも小規模なを連れて、ロンドン北西のコベントリーにいた。 ウォリック博はこれを吸収するべく、7月2日に2から3万の兵を連れて、ロンドンに入った。ヨーク派が市民に迎えられ孤立した、ロンドンのランカスター派守備隊は、スケールズ教が守るロンドン島にこもって抵抗したが、ロンドンは、実質的にヨーク派が掌握、ランカスター派撃派のため、ウォリック博は、ホーコンバーグ教、マーチ博と共に、北西へ出撃。 ソールズベリー博はロンドン東方位のため残った。ランカスター派も南下して7月10日に両軍はノーサンプトン郊外で退治した。先に戦場に到着していた国王軍はノーサンプトンにネーネー側を背にして防御的な陣を敷いた。これは戦術的に危険だったが残豪を掘り組や大量の野戦砲も配備して防御を固め、 一万から一万五千の強兵を揃えていた。一方、ヨーク派は豪雨の中の行軍で兵士が疲弊していた。接近する間に、ウォリック博は自分の代理としてヘンリー六世と交渉するために死者を送った。だがランカスター派指揮官のバッキンガムハンフリー・スタッフォードは、ウォリック博は国王の前には出てくることはない。来ようとすれば彼が死ぬだけだと答えた。 ウォリック博はノーサンプトンへの前進の間、二度も国王への取り次ぎを拒否されている。一度など、二時には私は国王と話をしているか死んでいるかだとも取れるメッセージを送っている。二時、ヨーク派は進軍を開始した。左翼をホーコンバーグ卿、右翼をマーチ博、中央をウォリック博が率いて重列で進軍したが、打ちつける激しい雨のため、 思うように進軍できなかった。ランカスター派に接近したとき、ボリック博に激しい矢の雨が降り注いだ。運の良いことに、ランカスター派の大砲は、雨で役に立たなくなっていたのだった。ボリック博がランカスター派の右翼側面についたとき、グレー卿の指揮する部隊がヨーク派に寝返った。グレー卿の軍は武器を放棄し、ヨーク派を本陣まで導いた。それはランカスター派にとっては、 致命的とも言える一撃であった。この後、戦いは30分ほど続いたが、陣を守ることもできなくなった、ランカスター派の防衛軍は、ヨーク派の攻撃にかく乱されて、隊列も維持できない状態で戦場から離脱した。バッキンガム公、シュルーズベリー・ハクジョン・タルゴット、イグレモント教、ボーモン教らは、ヘンリー6世をヨーク派から守るため、王のテントをかばって戦死した。 この戦いで、約300人のランカスター兵が殺され、ヘンリー6世は捕らえられ、再びヨーク派の操り人形となった。ロンドン島に残った守備隊も降伏、スケールズは逃亡に失敗して群衆に殺害され、ヨーク派が優位に立った。しかし、マーガレット王妃は戦場から離脱して、ウェールズに逃れ、そこで抵抗を続けた上、10月に、 議会で洋区校が多いを要求したが受け入れられず、完全な決着がつかないまま両派の戦闘は継続していった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。